FM 岡山アリオ768でおしゃべりしています。 STU48 のアリアリアリオ、お届けしているメンバーは川又優奈と佐古姫香です。そして DJ 淵本京子の3人でお送りしていきます。オープニングでゆなゆなに昨日のランチメニューを聞きましたが、サラダとおむすび、はい、おー、何味の、サラダはわかめの、あの、韓国風のやつです。はい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 。あれ大好きで。あれいいよね。そう、なんかサラダ苦手なんですけど、あれだけは食べれるんですよ。わかるわかる。ドレッシングが大事じゃない？そうですよね。ね、ね。わかるわかる。私もサラダ実はそんな得意じゃないんだけど、あれはほんと美味しいよね。美味しいですよね。いや、そうなのよ。そう、わかるわかる。めちゃくちゃ美味しいよね。そしておむすびは何味を？おむすびは、あの、塩むすびです。めっちゃシンプルなのが好きなんですよ。そう。具はいらないの？いらないんです。塩味がついてれば食べれます。海苔もだ、ついてないんでしょ？はい、なしで。海苔もなしの、もう白米の塩むすび。はい。それだけ？はい、それだけです。少なくない？え、でも夜ご飯が早かったんで。あ、そっかそっか。なんとか耐えれました。普段はいっぱい食べる方なんですけど。普段は結構いろいろ大食いなんですか？結構がっつり食べます。今までで一番食べたなっていうのは？は、焼肉の食べ放題に行って、ご飯を5杯ぐらい食べました。すごい！お肉じゃなくてね。お肉と一緒にご飯を。お肉も食べるけど、はい、ご飯も5杯ぐらい。はい。白米好きなんだ。白米大好きです。わかるなぁ。あの、焼肉のさ、もうあの、タレをさ、ちょんちょんしてさ、もうそれだけでもう無限に食べられるよね。そうなんですよ。たまにキムチも挟んだりしたらさ、もう無限だよね。美味しいですよね。美味しい。わかるわかる。そっか、じゃあそんな、意外と食べる、ゆなゆなでございました。はい、さて、それでは今週の企画と参りましょう。今週は、スペシャル企画です。夏休み絵日記！イエーイ！現役学生のお二人に夏休みの絵日記を自由に書いてもらおうというコーナーでございます。はい。はい、これまで STU48 ちゃんは様々な画伯がこの番組で誕生しておりますので、はい、はい。ぜひ絵日記を書いちゃってください。夏休みの思い出でもいいし、今から駆け込みでやりたいことでもいいし、これまで生きてきた中での思い出でも何でも大丈夫なので、絵日記に書いちゃってください。はい。はい。はい、じゃあ私も書きたいと思います。インスタでね、この絵はお披露目したいと思いますが、うんうん、もう本当にね、あの、ひどい絵がたくさん今まで生まれてますので。ひどい絵が。そうなのよ。よし、できた。あ、ゆなゆなできたね。はい。ゆなゆな完成。はい、できた。あ、できた。ひめたもできた。それでは、まずはじゃあ、ゆなゆなから。はい。見せてもらいたいと思います。どうぞ。はい。じゃあじゃあ。こんな感じです。あー、絵がちょっとすごいな、これ。すごいね、この絵。いや、絵日記や言ってるのに、絵が全然力入れてくれてないじゃん。いや、あの、実は私もめちゃめちゃ画伯なので、それがバレないように書きました。
もう、だって、いやいや、これさ、ちょっとさ、このさ、クレヨンさ、このスタッフが用意したさ、これさ、40何色もあんのよ、これ。48色もさ、スタッフがさ、クレヨン用意してんのにさ、なんか鉛筆で書いてないそれ。そうなんですよ。クレヨン使ってないじゃん。ちょっと心配した時のことは考えて、うん、鉛筆で書きました。ねえ。書いてくれたのは、これは、机と、学校と、釣りと、はい、ロードバイクですね。はい。これは、うん、夏休みの平日は、学校の自習室に行って勉強をしました。うん。で、土日は魚釣りに行ったり、サイクリングして、楽しみました。うん。っていう感じです。なるほど。はい。最後に書いてくれたのに、勉強も遊びも楽しんだ夏でした。あー、いいですねー。ねえ、このさ、見て、この机のさ、この四本足のとこ気持ち悪い。見て見てよ、机のこの四本足気持ち悪い、これ寝坊から出てんの、怖い怖い本当に画伯なんですよ。すごいね。バレましたか、ちょっと。うん、釣りもなんかすごいひどいよね。だったらもうさ、人間描けないなら魚のドアップとかにすればいいのにさ。あ、確かに。確かに。それでも伝わりましたかね。うん、伝わる伝わる。すごいなぁ。棒人間が。で、またこれ腕がさ、すごいとこから出てるよね、これね。釣りのとこのこの人間の腕が。すごいね。画伯なんだね。そうなんです。バレましたか？うん。ゆなゆな画伯の絵はインスタで皆さんチェックしてください。はい。さあ、それでは続いて、ひめたん、見せてください。はい、どうぞ。こんな感じです。また、これもまた個性的な絵ですね。じゃあちょっと、文章のところ読んでみてもらっていいですか？はい。昨日、おとといと香川で私はコンサートをさせていただいたんですけど、うん、その時にメンバーと一緒に骨付き鶏を食べに行って最高に美味しかったっていう思いです。です。わー、あ、あと差し入れでうどんが乗ってきてくださって、うん、ちくわの天ぷらを乗せて食べて、それもめちゃめちゃ美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。またここになんか棒人間が、棒人間がなんか踊ってるんだけど、これコンサートかな。あ、コンサートです。これはじゃあ、STU ちゃんがじゃあ棒人間ということですね。ね、あとはそれは骨付き鶏と、うどんと、自信なさげにこうちっちゃく書いてくれてるよね。余白が多いよね。でも、あの、丼はなんか上手な感じがする。うん、美味しそう。美味しそう。やっぱ。うどんは。うどんは美味しそうにできてる。やっぱ。あの、気持ち悪くないこの奥行きが。ゆなゆなのこの奥行きがすごい気持ち悪いからさ。絶対苦手なんですよ。ということで、お二人にね、書いてもらいました。はい、お二人ともちょっと、絵は微妙かなって感じだけど、姫たんの方が上手かな。やばうん。ちょっと、ゆなゆなは想像以上に画伯でしたね。そうですね。はい、じゃあ私も書いたので、じゃあ私も出したいと思います。じゃじゃん。お、これは鎌倉の大仏でございます。鎌倉に大仏を見に行ったよ。大きかったよ。屋外にあるので、お空とのコントラストが素晴らしかったよ。また行きたいな。と書いてみました。どうですか？かわいい。すごい、かわいい。あ、本当に？うまい。本当に、うんうん、いや、私も全然上手じゃなくて、どっちかといえば画伯寄りなんだけど。でも、いや、二人がちょっとひどいから、マシに映ったかもしれない。いや、私もまあまあひどいのよ。いや、上手ですよ。すごい。かわいい。ありがとう。ということで、じゃあ私の絵日記ももしかしたら、インスタに載るかな？載るかな？はい、載せてくれるということです。スタッフが。ぜひ皆さん、チェックしてください。ね、もう夏休みも本当にもう残りわずかとなっていますので、皆さん駆け込みで夏休み楽しんでくださいね。はい。以上、スペシャル企画、夏休み絵日記でした。STU48 のありありありを。STU48 の川又優奈さん、佐古姫香さん、そして淵本京子の3人でお届けしています。ここからは、ありよ倉敷のインフォメーションです。およそ100店舗の専門店の中から今週紹介するのは、ありよ倉敷2階フードコートに今年6月にオープンした、カンドンチョアです。神戸の名店、焼肉丼10番の秘伝のタレを使った丼と、石焼きビビンバのお店です。メニューを見てみると、石焼きビビンバ、石焼きカルビビビンバ、石焼きチーズビビンバ、石焼き明太マヨビビンバ、止まらないカルビ丼、止まらない焼肉丼、止まらないプルコギ丼、ビビンバ丼、豚キムチ丼、チーズタッカルビ丼、などなど、美味しそうなものがたくさん並んでいますよ。今日はそんなカンドンチョアから、止まらないカルビ丼と石焼きビビンバをご用意しました。
まずは止まらないカルビ丼です。こちらは並盛り、大盛り、特盛りがあります。神戸の名店焼肉丼10番の秘伝のタレを使ったジューシーなカルビ丼です。このタレはお店でも販売されていて、お家で焼肉などで楽しむことができるということです。そしてもう一つが石焼ビビンバ、並盛りと大盛りがあります。自慢のキムチと野菜がたっぷり乗っていますよ。さあ、それではまずは止まらないカルビ丼を、じゃあゆなゆなから、はい、はい、食べてもらいましょう。もう匂いがすごいですよ、ね、すごいね、香ばしい香りがすごくしますね。じゃあいただきます。はい、もう本当にさ、ご飯見えないぐらいカルビが乗ってるよね。すごい、うんうんうん、いただきます。はい、うーん、タレが美味しい、味付け最高です。味付け最高、うん、ね、この神戸の名店の秘伝のタレということで、うんうんうん、このタレお店で販売されてるから、じゃあお家でこれを使って焼肉作ったら、なんか再現できるってことだ。やりたい、ね、意外と大食いというゆなゆなだけど、うん、どうですか。もうこういうお肉系大好きですね。だって焼肉で白米をご飯、ね、食べるゆなゆなだから、もうこれ乗っちゃってるから、はい、いくらでも食べられる、うん、何杯でも食べられるで、そんなもまさに止まらないというカルビ丼でございます。うん、そしてもう一つ、石焼ビビンバ。じゃあ、こちらは姫たん。はい。どうぞ。いただきます。美味しい。美味しい。よかった。すごい。これはもう止まらないですね。止まらない。ね、キムチや野菜がたくさん乗っています。うん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 、おこげ作ると美味しいですよね、ビビンバってね。うん、確かに。卵とのいい相性です。うん、そうそう、卵がね、加わることによってマイルドにもなりますよね。うんうん、ということで今日はもうボリューミーな、うん、がっつり系ですね。がっつり系のもう、丼とビビンバご紹介いたしました。今週のインフォメーションは、有吉倉敷2階フードコートにある、カンドンチョアでした。STU48 のありありありよ、エンディングのお時間となりました。ゆなゆな、今日はいかがでしたか。カルビ丼食べれて幸せでした。およかったです。食べること大好きということですもんね。よかったです。姫さんはどうでしたか。はい、私ビビンバ食べさせていただいたんですけど、最近全然食べてなかったので今度お店行った時に食べようと思いました。あー、そうだよね。それぐらい美味しかったってことですね。今週の放送はラジコのタイムフリーで来週まで聞くことができますよ。ラジコのリンクは FM 岡山の公式ツイッターにも掲載しています。番組のインスタもやってます。収録の様子もアップしていますよ。ツイッター、インスタともにハッシュタグありあり STU で参加してくださいね。 STU48 のありありありを来週も私たち3人でお届けします。ここまでのナビゲートは STU48 さこひめかと川又優奈と淵本京子でした。バイバーイ。